どうもこんにちは、キャンバスゴルフの永井です。今日は、こちらジャパンゴルフスクールさん千葉県にある練習場ですねで撮影をさせていただいております。で今回はですねアプローチに関するレッスン動画をやっていきたいと思うんですけども、まあ、テーマはですねざっくりやダフリをしない打ち方についてお話をしたいなと思います。まあ今ねようやく暖かくなってきてゴルフシーズン到来といったところですけども、いかがでしょうか、皆さんゴルフ行ってますでしょうか。やっぱりスコアメイクするにあたってもねアプローチって非常に重要だと思います。やっぱりなかなかアマチュアのゴルファーでこうパーオンする回数っていうのは低いわけですから、まあ、どれだけアプローチをしてボギーで抑えるかまたはパーセーブするかっていうのがね非常に重要になってくるので、やっぱりこう、まあ、グリーン外しちゃった時もできればね、ちゃんと1回でグリーン乗せたいし、ましてざっくりとかやっちゃうともうここからそこにしか進まなくてもう1回そこからとかっていうことにもねよくなるので、できればそういったミスは避けたいもんですよね。では早速ちょっと中身についてね、お話をしたいと思うんですけども、よくアプローチの打ち方のセオリーとして、まあ、特にこういう小さなアプローチに関してはまあ、こんな風に少しオープンスタンスでクラブもやや短く持って、まあ、こう構えてボールはちょっと右足寄りとで体重を左にかけて打ちましょうってよく言うわけなんですけど、ここにちょっと落とし穴がすでにありまして、例えば一回ダフるとざっくりとかねするとそれがもう怖くなってしょうがないので、どうしてもですねもうどんどん左にこう体重をかけちゃうんですね。要するにスイングの最下点をボールよりもこっちにね移動していけばまあダフらないはずだという、まあ、そういった考えでそうされると思うんですけども、実際にはこれがちょっとまあ惜しいというかちょっと誤解があって、まあ、確かにこうやっていくとスイングの円のこの最下点っていうのは少し左に来ますが同時に地下に少し潜ってるんですね。例えば体重配分全くなしの場合はこのアークの最下点が、まあ、ボールの真下ですね。ちょうど今、絵で出てるかと思うんですけどもこんな感じでございます。はい、まあ、これはこれでちょっとこう打点が点になってしまうので、ジャストミートさせるのは難しそうですよね。まあ、それでやっぱり左に移動して体重をかけて最下点をこちらにって思うんですけど、今度は何が起きているかっていうと、確かにボールよりも先の方に最下点は移動してるんだけどもスイングのこのアーク自体が地面に埋まっちゃってるので、アークの最下点ならぬですね実際地面に接触するポイントっていうのは結構右に来ちゃってるんですよね。なのでなんかこう体重左にかけてるのにざっくりというかこういう刺さったボールばっかり出ちゃうなっていうのはそういったなんて言うでしょうちょっとしたこう誤解があるんではないかなと思います。まあ、なので刺さらないためには先ほどの絵をもう一度お見せしますけども、この地下に潜っちゃった最下点を地上にね上げてあげて、そうすることでこう入射角が緩やかになるので、まあ、まずその作業が必要なんですけども、まあ、そこまでの手順を今回は順を追ってやっていきたいと思います。でさっきは体重を左にかけた時に、まあ、こんな風にこう体が左へ沈むような動きをしてたんですけど、そうじゃなくってむしろですねこのアークの最下点がちょうど地上にあるように、なんならこうこっちに傾いちゃってください。この形のまんまこっちに傾いてください。そうするとここが今接地点になってますよね。アークを傾けると接地点はここに来ますよね。ここが接地点でここが何て言うんだろうこの半円の一番遠いところになります。で実際にはここで地面にぶつかってますから、この状態からあまり体傾けずそのまま左に体重を移動して
こう接地点とインパクトのポイントを合わせてあげます。まあ、こうすることによってダフりも防ぎつつ入射角も緩やかにすることができるということなんですね。この状態、ニュートラルから、こっちに来ちゃってください。こっちに傾いて、この状態からこうですね。そうすると、まあ、接地点はちょうど今ボールにセットしてあるんですけど、円の一番遠いところもここなんですよね。なので非常にインパクトゾーンが、入射角が緩やかかつ長くなるので、非常にこう今みたいなこういう黄色い薄い芝の上でも、まあ、ミスなく打ちやすいということになります。はい、ということで今回は、アプローチのレッスン、ざっくりやダフりを避けるための打ち方についてお話しさせていただきました。ぜひね、参考にしてやってみてください。以上、ありがとうございました。